500年前の魔女と教会の戦争、敗北した魔女は身を潜め、教会は正義の名のもとに魔女狩りを続けた。人々から敬愛された読みつきの魔女ソーレナが疫病を広めた罪人として火炙りに処され、その炎を呪しとして再び各地で魔女が反乱。ウェニアス王国は傭兵を召集し討伐に乗り出した。教会歴526年、世界には魔術という学問があった。そして世界はまだ魔法という技術を知らなかった。魔女だ、魔女の仕業だって。どこに隠れてたんだ。この雨、川の氾濫、人さらい、この人殺し。家族を返せ。俺の畑もやられた。頼りになるのはやっぱり教会さんね。信心深き民、魔術を用いて恐怖と混乱をもたらした魔女、我ら教会が今ここに打ち滅ぼさ。ねえお兄さん、ちょっと遊んで。もう店じまいだよ。塩くれ。獣落ち。獣落ちだ。やっちまえ。殺してくれ。世の中には時々ごく普通の人間から半人半獣の化け物が生まれてくる。獣落ちの首は魔女が魔術の道具に使うらしく、高値で売れるそうだ。だから俺はありとあらゆる荒くれ者に好かれていた。さて、我が輩はここを出るぞ。13番。うん、みんなにそう言われたのかい。お母さんは俺が怖くないの？どこを怖がれてんだい。ふわふわの毛、クリクリの瞳、この口なんていつも笑ってるみたいじゃないか。俺を食ってもうまくねえぞ。おお、本物と思うたが傭兵さんか。白い猫科の獣落ち、年を取ると耳ざとくなるものでの。あんたの噂を聞いたことがある。確か黒の四重とか。たった一人で敵部隊をほふり、その白い毛並みが返り血で真っ黒に。人違いだ。早いとこ魔女の騒動が終わってほしいよ。このところ森が騒いでな。エブルボアでも暴れてるのか。虫も動物も何もかもがさ。魔女を狩る獣落ちは大歓迎だ。持ってきな。ハードフロド、徳貫け。狩猟の章第2決、スタイム。承認せよ、我が名は。くそ、魔女なんざデッキレーだー。
なんでこんなところに。貴様、我が輩が手塩にかけたスープをよくも。うるせえ、今はそれどころじゃねえんだよ。スープより重大な問題があるようだな。あぶねえ。おい、どうして我が輩を担ぐ。成り行きだ。追われているのか。何をした。魔女が獣落ちを襲うのに理由もクソもあるかよ。よし、下ろせ。我が輩は魔女である。無意味より意味を見出し、無より有を生み出すドラ闇の魔女よ。あ、君は我が輩のスープをひっくり返したではないか。は？あ、返せ。俺んだ、俺の。同じスープを返すのが誠意というものであろう。魔女にくれてやる誠意なんぞあるか。なぜそこまで魔女を嫌う。俺の面見て言え。毛皮の下に隠れた人間の顔も我が輩は嫌いじゃないぞ。お前、俺の顔が人間の顔がわかるのか。獣おろしの呪術帰りを見破れずして魔女は名乗れない。獣おろし。魔女が獣の魂をおろし、人間を強靭な戦士へと変える。戦乱に明け暮れた遥か昔、100万の獣の戦士が生み出されたという。魔女が獣落ちを。今すぐスープをよこさねば魔術を使うぞ。北で飢饉、南で疫病、西ではネズミを増やし、東で水を枯らそう。君のせいで世界が滅ぶ。勝手にしろ。我が輩も食べたい。腹が減っているのだ。我が輩、あのスープを作るのに朝から頑張って楽しみにしていたのだ。それにそのスープは死ぬほどうまい。我が輩も食べたい。チッ。俺。はっ。もっと。お前は一体何しに来たんだよ。腹が減って答える力が湧かないのだ。話したらもう一杯やる。我が輩は今13番という男を探して旅をしている。13番は我が輩の同胞で、
厄介な仕事を担って旅に出たのだが、長い間知らせもなく戻っても来ない。魔女の反乱絡みか。国を乗っ取ろうってんなら俺は敵側だぞ。国取り？なぜ我が輩がそんな面倒くさいことをしなければならんのだ。じゃあなんだよ。探し物だ。本を盗まれた。本だ？世に二つとない貴重なものでな。悪用されるとまずいことになる。どうなるんだ？世界が滅ぶ。そいつはすげえ。怖すぎて泣きそうだ。うん、一冊どころか一章あればこと足りる。で、それと俺がどう関係ある？旅を急ぎたいところだが、ここまで幾度も魔女狩りにあった。魔女の一人歩きは何かと不便だ。そこで君、我が輩の護衛になれ。やらこった。うん、見事な即答だな。魔女を殺しに来た傭兵に魔女を守れだな。無論報酬は支払う。報酬がどうのじゃねえ。俺は魔女がでっきれいなんだよ。さっきの追いはぎ魔女か。あいつだけじゃねえ、お前ら全員だ。俺がこんなに嫌ってんのに魔女も盗賊も獣落ちが大好きときやがる。俺はこの体、この見てくれのせいで毎日毎日血生臭い大宴会だよ。おまけに人間まで。町に入るな、店に入るな、視界に入るな、もううんざりだ。戻りたいのか、人間に。戻せるのか、人間に。たやすいことだ。それを対価に我が輩の護衛を引き受けるか。油断させて首をバッサリやる気じゃねえのか。その気ならとっくにそうしてる。何を。疑わしいのなら契約してやろう。魔女の欠板状だ。気をつけろ、この契約は絶対だ。破った者はその場で消滅する。消滅？そう怯えるな。破らなければいいだけだ。手をよこせ。我が輩は君を決して殺さない。護衛の後、君を人間の姿に戻す。なあ魔女さんよ、なんで俺を選ぶ。獣落ちといたら悪目立ちするだけだぜ。その方が我が輩が目立たなくて済むではないか。お前、俺が怖くないのか。どこを怖がれというのだ。見事な毛並み、鋭い眼、その口元は笑みにも似て愛らしい。それに君は穴蔵の匂いがする。は？弓月の森にある魔女の隠れ家だ。暗くジメジメして居心地がいい。その懐かしい匂いがするのだ君は。金と首を持ってくれ。うちの子は渡さないよ。しかしこれ以上の犠牲は。奴らは獣落ちの首を渡せば村から手を引くと。穴蔵の匂いね。よし、これを燃やせば契約は完了だ。お、ああ、何をする。いらねえよこんなもん。ほら手貸せ。知っているぞ、血のちぎりだな。これが傭兵流だ。お前、名前は。我が輩はゼロだ。13番にゼロと来たか。ああ、俺の名前は。興味がない。は？我が輩が名で呼ぶのは下僕のみだ。傭兵は傭兵でいい。好きにしろ。名は魔女にとって重要なもの。我が輩に誠の名を知られてみろ。たちまち君を従順な下僕にしてしまうぞ。
そいつは究極に魔女っぽいな。いかにも我が輩は究極の魔女だ。感謝すべきではないか。絶世の美女を抱いて眠れたのだぞ。それを自分で言うかよ。揺るがぬ事実だ。恥じらいってもんがねえ。我が輩に浴場したか。しねえよ。なんだつまらん。しかしならば我が輩を無機物と考えればいいだろう。君は寝床で我が輩は抱き枕だ。めちゃくちゃ言ってんじゃねえ。13番の魔力をたどればこの辺だろうな。オートプラスター？敵の本陣だぞ。探している本の内容から考えて魔女騒動の中心地にいるのは理にかなっている。でどういう本なんだ、世界を滅ぼすってのは。君はどれくらい魔術を知っている？ああ、妙な丸い絵を描いて悪魔を呼んで不思議な現象を起こす。上出来だ。昨晩追いはぎ魔女が光の矢を放ったな。そうだよ、いつからお前らは走りながら絵描けるようになったんだ。あれは厳密に言えば魔術ではない、魔法だ。魔法？なんだ。いや、荒くれ者の傭兵が可愛らしい顔をするものだと思ってな。お前な、照れるな。ますます可愛いぞ。抱きしめたい衝動に駆られる。よし、まず魔術を見せてやろう。おいおい、今やんのかよ。ウォカーレ・ウエストル・グロウ、ウィデオ・オムニス、ウィデス・カザム・エゴ、ディケール・メアムニスン・アウディ、クイ・ハビトンティ・イグネム・カーロ・ライ。なんだ。レックス・フィアット。お？エブルボア。ちょうどいい。悪魔よ、願いを叶えておくれ。弱。ご苦労だったな。これが魔術だ。それどころじゃねえだろ。くそ、傭兵、次は魔法を見せよう。ミーザリキブ、うごめき捕らえ、締め上げろ。捕獲の章第8月カプラタ、承認せよ。我はゼロなり。言霊と贄を持って魔法陣や召喚なくして悪魔の力を行使する技術、これが魔法だ。その悪魔はいいのか、必要だから呼び出してたんだろう。そうではない、ただ今まで誰も試さなかっただけだ。ところで傭兵、これは食べられるのか。うまいが狩猟禁止だ、逃がせ。うん、我が輩を襲っておいて食われずに済むとは運のいい肉の塊ね。盗まれた本には魔法の基礎理論が記してあった。そもそも悪魔の能力には自然の摂理と同様の決まりがあり、交渉する余地などなかったのだ。我が輩はこれを
悪魔の契約法則、魔法と呼ぶ。魔法？そこか！あっ！昨日の魔女か！ガキかよ！イノシシをけしかけるとは、ずいぶん手荒な真似をしてくれたな。あんたも魔女ならわかるだろう。そいつの首が必要なんだよ。僕は強くならなくちゃいけないんだ。バグドクラート、豪華よ集いハゼ燃えよ。狩猟の章第6決グラギス、承認せよ。我が名はアルバ。却下する。承認せよ。我はゼロなり。舐めるのわっぱ、それは我が輩の魔法だ。我が輩の知恵であり、我が輩の力だ。それを我が輩に振るうなど、肩払いたい。わっぱ、魔法どうやって覚えた？ゼロの魔術師団で習った。そこの聖典のゼロの書で。ゼロの書？言霊と贄を持って召喚なくして悪魔の力を行使する、その技術はゼロの書から始まる。我が輩がそのゼロだ。その本は我が輩が書いた。